皆様、本日はオンラインセミナー、エチオピア情勢とアフリカの角におけるインフラストラクチャー開発にご参加を賜り、誠にありがとうございます。セミナーを主催いたします、公益財団法人日本グローバルインフラストラクチャー研究財団専務理事の中山幹康です。僭越ながら本日の司会を務めさせていただきます。アフリカの角とは、インド洋や紅海に面し、スエズ運河や地中海につながる海上交通の要所である半島上の地域を指します。同地域にはソマリア、エリトリア、ジブチが含まれ、さらには内陸国であるエチオピアも含まれます。エチオピアは近年まで2桁の経済成長を続けてきましたが、昨年11月、北部ティグライ州と連邦政府の間に内戦が発生し、一時は鎮静したかとも思われましたが、再び情勢が悪化し、11月2日、連邦政府は非常事態を宣言しました。すでに隣国でありますスーダンや国内各所への避難民が発生し、食料不足や深刻な人権侵害が生じているとの報道もあります。このように緊迫したエチオピア情勢を踏まえて、その背景、インフラ開発を含む東アフリカの経済・社会の開発に及ぼしうる影響などを主題とする臨時のセミナーを企画いたしました。本日は2018年から昨年までエチオピア大使を務められ、当財団の評議員でもある松永大輔大使を講師にお迎えしてお話を伺います。松永大使は1979年に東京大学を卒業された後に、1979年に日本銀行に入行され、1982年に外務省に入省されました。1985年にはスタンフォード大学で経営学の修士号を取得されました。外務省では、在ベトナム大使館講師、在香港総領事館首席領事、在ドバイ総領事、在エディンバラ総領事などの要職を経て、2018年から2020年まで在エチオピア特面全権大使を務められました。それでは松永大使、ご講演をお願いいたします。今ご紹介に預かりました松永でございます。2018年から2年間にわたり大使をエチオピアで務めました。本日は今中山先生からお話がありましたように、昨今のエチオピアの情勢と、それの及ぼすインフラ開発に対する影響を中心としてお話をしたいというふうに思っております。エチオピアは人口1億人を超える国でありまして、アフリカにおいてはナイジェリアの次に人口の規模の大きい国であります。また、AU、アフリカ連合の本部を要する国であり、また国連のアフリカにおける中心地でもあります。また国連において PKO 要員を長年にわたり派遣してきた国でもあり、その重要性はかなり注目すべきものがあるわけですけれども、昨今の情勢を見ますと、かなり不安定な状況が生じて、地図でその状況をまずお示ししたいと思います。皆様の、ところに見えていると思いますけれども、ティグライ州というところから発生しました反乱軍が南下をしてきまして、今 A2 ハイウェイというのが赤い線で示してありますけれども、これを南下する形で、アディスアベバに近づいてまいりました。で、次にお示しする地図は、外務省の、アフリカに関する、特にエチオピアの地域を担当している課の専門家が作成した地図でございますけれども、ここの部分、この帯状、縦帯状になっている、ここがエリトリ、エチオピア、のティグライ、その反乱軍の勢力という意味で
ここに押し示してあるところであります。それがですね、10月の下旬、から11月の初めにかけて、拠点となる、この A2 というメケレという、これがティグライ州というのの反乱軍の本拠地であります州、ティグライ州の州都、首都であるんですけど、そのメケレから発して、この A2 というハイウェイを南下してきたというのが反乱軍の道筋であります。次の地図を見ていただきますと、これは外務省アフリカ2課の専門の人が作成した地図ですけれども、この帯状に南下している部分が、一応、その反乱軍が勢力を張っているところだというふうに見立てた地図です。ただし、本当にこういうふうに戦闘集団がアディスアベバに向かって近づいてきたにもかかわらず、その、こう流れて戻ってきた地域がですね、ちゃんと支配されてるかどうかっていうことはですね、また、それはまた別問題でありまして、場合によっては戦闘集団が近づいているだけで、辿ってきたトラックはきちんと占領されているわけではないのではないかという疑念も生じております。ただこれがですね、11月の初め頃までにはこのデセという地域、ここにかなりティグライというその反乱軍側にシンパシーを持っている人口が多くて、かなりここで政府軍が苦戦をした。ここを取られることないと思っていたのが取られてしまったという実態が生じて、先ほど中山先生からお話がありましたように、非常事態宣言に結びついたというようなことになったわけです。そして、だんだん近づいてきたのでありますけれども、最近の情勢ではかなり押し返しているというふうに言われております。またこのミレと、ここにミレというのがございますけれども、これが、ジブチからのアジスへの物流っていうのを、抑えている拠点にあたりまして、エチオピアにおいてアジスアベバを中心としまして、世界各国からですね、物が流れてくる、輸入するというものの、9割から9割5分はジブチ経由になったんですけど、そのジブチ経由の陸路の拠点がミレでございます。このミレが危ういということになったのでございますが、連邦政府軍がここは死守しまして、依然としてジブチからアディスアベバへの物流には問題ないと。ただ、物資不足は生じていて、かなり物価が上がっているということは、あるというふうに聞いております。従いまして、今の最新の状況ではだいぶ押し返されている、反乱軍の方が押し返されているという状況が現在の状況だというふうにご覧になって構わないかなというふうに思います。次に参ります。で、今 TPLF という言葉、反乱軍と呼んできましたけど、これを英語で頭文字を取りまして、ティグライ・ピープルズ・リバレーション・フロント、ティグライ人民解放戦線と呼んでおります。一般に TPLF というふうにエチオピア情勢を見ている人の間では呼びますので、今後この言葉を使っていきたいと思います。それから一番下にあるプロスペリティ・パーティー。これは後で、詳しくご説明申し上げますけれども、政権につきましたアビー首相、2018年、私が赴任しました半年前に政権について、首相の座に就いた方ですけれども、その人が繁栄党という新しい党を作り直した。そしてこの作り直したことが、ティグライ人を刺激したことのきっかけの一つであります。というのは、ティグライ人というのはですね、次に、ここに民族構成がお示ししましたけれども、人口の中で 6.2% しか、6.1% しか占めておりません。従いまして、この民族が実はですね、反乱軍と言いましても、アビー首相が就任するまでは約30年間エチオピアの政権、政治の権限と権力と権益を、独占していた人たちなわけです。従いまして、その人たちが 6.1% にもかかわらず、
エチオピア全体の支配を続けるということができるようにするために、連邦制を工夫して、自らの息のかかった他の民族の代表と連合を組んで、その連合が政権をずっと握ってきたというのが実態なんですけど、その政権をですね、民族色を払拭して、まんべんないエチオピアに、一様な、全エチオピア的な、反エチオピア的な、反という三千の字がございまして、パンエチオピアンな政党を作った。これが繁栄党、この一番下にあるプロスペリティパーティー。これがアビー首相の改革の一つでございます。それに対してティグライ人はもはや 6% であれば 6% の声しか政治に全国の政治に反映できないとなりますので、これに大反発をしたということになります。それが今の反乱の背景にある状況であります。詳しくその経緯を見てきますと、ここに画面に出ていると思いますけど、6月18日、2020年、去年6月18日ですけど、そこで、本来なら5年に1回の総選挙が予定されていたのですが、コロナの拡大を理由に、アビー政権が選挙の延期を発表いたします。選挙の延期ということになりますと、憲法で5年に1回は総選挙しなければならないことになっておりますので、ティグライ州の TPLF の側はですね、リジティマシーが中央政府にはなくなったとして、同年の9月9日独自の選挙を実施しますけれども、その選挙に対して中央政府は憲法違反状態であって認めることはできないというふうに、翌10月に発表し、もはやティグライ州政府は認めず、予算配分をする必要がある場合には、その下部の地方の自治体に直接に配分し、行政上の指示もティグライ州政府を飛ばして行うというふうに発表いたしました。ということで、ティグライ州と州政府といいますか、州政府と自分たちが、ティグライ人が称している実態と中央政府との間で決定的な対立が生じてしまったという状況がございます。その中でですね、11月に至りまして、TPLF とその背下にある軍事組織が連邦政府の基地を襲撃して武器を獲得しようとしたという事件が起こります。これはちょうど私が離任しまして、日本に帰ってきて、2週間、皆さんよくご存知の隔離を経ていた頃に起きた事件でございます。そのことをきっかけで連邦政府軍は TPLF に対して戦争を宣言して軍事攻撃を開始いたします。そして、2週間後の28日に、首都メケレ、先ほどの地図に出ておりました州都でございますが、それを TPLF から奪還して終戦を宣言いたします。2週間で終わったというふうに、私どもも思っていたわけで、世間もそういうふうに思ったわけですが、その後も山に引きこもった TPL がゲリラ戦を継続しまして、膠着状態になります。そして、ただし、今年の6月になりまして、6月は、実は、約束していた、延期された総選挙を、ティグライ州以外のところで実施いたしまして、その結果、与党繁栄党は、予想以上の勝利を収めましたけどね。その結果が出た後に、連邦政府軍が一方的休戦を宣言して、撤退いたしました。ティグライ州の州都から撤退しますが、即座に TPLF とそれ以外の軍隊、不満分子が混じった TDF という、存在がメケレに入場して取り返した。ただこの TDF という名前は、ティグライ・ディフェンス・フォーシーズというと、いかにも正しい軍隊のような名前がするということで、中央連邦政府はこの呼び方を認めておりません。一応そう呼んでおきますけれども、連邦政府軍が引いた途端に入ってきた。そしてそれ以降、ティグライ州だけではなく、アムハラ州とかアファール州、他の州にまで侵攻して、首都アディスアベバまで、攻めてきた。というのが、先ほど申し上げました、地図を示して申し上げました、アディスアベバへの接近の実態でございます。そしてそれを、盛り返して押し返しているというのが、
今の状況ということでございます。詳しいことはここに書いておりますけれども、11月24日、先月の24日ですけど、安倍首相自らが戦場に赴くと、国政は副首相に任せて自分は軍服を着て戦場に赴くと言ってきました。で、それ以降、非常に、反転攻勢に出たという、そのがありますので、安倍首相が前線に向かったということは、ある程度効果が上がったということではないかというふうに思われます。TPLF について、ご紹介しましたけど、次にエチオピアの各州ということで、大体漢字をつかんでいただくために地図をお示ししました。これがティグライ州で本拠地です。このアムハラ州、アファール州にまで入り込んで、南下を進めてきたということでございます。それから、エチオピアの一つの、後ほどまた触れることになると思いますが、特徴といたしましてですね、アディサベバっていう町は、首都ですけれども、オロミア州の真ん真ん中に位置して、よく見る離れ小島のような形なんです。実は、長い100年を超える歴史を振り返りますと、エチオピアの支配階級っていうのは、ティグライ州とアムハラ州のこの両州から出て、オロミア州、ソマリア州、それから南部諸民族州というのは、南に位置する民族を従えてきたと。征服してきて、領土を2倍ぐらいに19世紀の幅で拡大したという歴史があります。そして、アディサベバというのはそういう意味では新しいアディサ首都でありまして、現地の言葉であるアマハラ語では新しい花、アディサベバというのは、その時に勢力を拡張することに力あった皇帝の、奥先であった人が、これは新しい花であるというふうにつぶやいたということで、アディス・アベバというふうに名付けられております。アベバって非常に有名なアベベ選手もアベベですけども、花にちなんだ名前で、アベベという男性、アベバという女性は、花という名前にちなんでありますので、そういう意味で共通した似てる言葉になっていますから、花という意味でございます。実は今回の話にですね、エリトリアが絡んでおります。というのは、アビー首相は2019年の秋にノーベル平和賞を受賞しておりますが、その平和賞を受賞した理由の一つがですね、長年対立関係にあったエリトリアと和解したということが理由になっております。そして今回も実はエリトリア軍が連邦政府軍に味方してですね、ティグライ州に侵入しているという実態がございます。また、連邦政府軍もエリトリア領内から出発してティグライ州に入ったということがございます。そういう意味でエリトリアを国内の問題に巻き込んでしまったというのが今回の状況です。これは、ある意味で事態を複雑化させたことになるわけですけども、そのエリトリアの歴史をちょっと振り返ってみますけど、エリトリアというのは実はティグライ州のティグライ人と、エリトリアの支配階級といいますか、主流になっている人は、民族や宗教を共有しております。宗教は古いキリスト教で、ヨーロッパにキリスト教が伝わるより前に直接イスラエルというかユダヤから伝わってきた宗教であるエチオピア正教というものを信じているということで共通してるんですけど、近親憎悪といいますか、ティグライ人とエリトリア人というのは非常に嫌い合っているところがございます。その歴史の一端がここに現れているんですけど、イタリアの植民地に1890年から1942年までになります。エチオピア本体はアフリカで唯一植民地にならなかった国です。イタリアに4年、5年か、4、5年占領される時期はございますけれども、植民地ではありません。ところが、エリトリアは植民地化され、かつ、軽工業がイタリアによって起こされた。繊維産業だったと思いますけど、それによって、やや豊かになった。そして、民族、言語、宗教を一にするティグライ人が、使用人、奉公人、労働者として、エリトリアに行ったという歴史があって、エリトリア人がティグライ人を
見下すというようなことがあったようでございます。それも理由の一つかと思いますけれども、非常に近しい関係にありながら、嫌い合っているというのが実情でございます。そしてエチオピアの連邦、ハイレスラシエという最後の皇帝がエチオピアに連邦を1952年に結ぶことになり、62年には併合してしまいます。そして、メンギスト政権の時にはですね、至るまでエチオピアと一体化しておりますが、93年になってエチオピアが分離独立する。そして98年から2000年には国境紛争で戦争が行われる。アビー首相も最近軍服を着て前線に出てたわけですけども、この時アビー首相は一兵士としてこの戦争に参加しております。それから、テドロスですね。テドロスという WHO の事務局長はコロナで有名になっていますけれども、テドロスはエチオピア出身と言われてますけれども、いうふうに普段言われますが、エリトリアが併合された時のエリトリア出身の TPLF のメンバーだった人であります。従いまして、こういうエリトリアとの複雑な、歴史がある中でですね、ティグライと嫌い合っているエリトリアの軍隊を今回の内戦に連邦政府の協力者として導入してしまったというのが実態でございます。で、エリトリアのことを今申し上げましたけれども、エリトリアに関しましては次の地図でわかりますように、一つの和解した時のインプリケーションですね。エチオピアにとって港が世界との貿易、輸出入をするための港の選択肢がジブチ以外に増えるんではないかということが期待されたわけであります。ここにマッサワ港、アッサブ港と出ておりますけれども、アッサブ港は、アディサベバから至る道はこの赤い線の途中まで行きまして、枝分かれしてジブチに行かず、アッサブに行くという道があり得るということですね。もう一つはマッサワ港。これは、エリトリアの首都であるアスマラから近距離のところでありますけど、アスマラという町は非常に高いところにあるようですので、地図で見ると近く見えるんですが、非常に高低差があるということはあると言われておりますけれども、マッサワ港、アスナブ港、こうした港がですね、ジブチ以外に流通、世界に海に向けてのアクセス。エリトリアの独立により、エチオピアは内陸国になり、海へのアクセスをなくしてしまったわけですけども、この可能性というものは出てくるのではないかという期待を和解によって抱かせたわけでございます。ただ、今のような状況が続きますと、マッサワまで向かう、北上する道というところは、ティグライ州を通らなければいけないので、安定的な流通経路に、足りえない。当面の間足りえないだろうというふうに思われます。ちなみに今回インフラ開発ということも関係してきますので、さらに述べますと、ベルベラ港と書いてありますが、これはソマリアの中で、また分離的な動きを示してずっとやってきたソマリランドに属する、ところでございます。アッサブ・ベルベラに関しましては、ドバイの港湾企業であります DP ワールド、そのノウハウを、活用するべく進出しているということであります。ジブチも実は DP ワールドが進出してたんですけども、DP ワールドというのは会社の名前です。ドバイの有力な会社ですけども、ドバイ自体で非常な港湾経営、最先端の技術を活用して、荷物の積み下ろしをする。そして、効率的な物流を実現するテクノロジーを持っている会社ですけど、この会社が進出していたわけですけど、ジブチとの関係が悪くなりまして、ジブチからは DP ワールドが撤退しております。当初は DP ワールドが入っておりました。まあ、こういうわけでですね、エリトリアと和解し、海へのアクセスの希望が見えたけれども、今回の騒動が起きた
まだその騒動のきっかけは仲良くなったエチオピア連邦政府と中央と仲良くなったエリトリアが近親憎悪の相手であるティグライ州に侵入したと手伝った。今でもエリトリア軍がエチオピアに駐留しているようでございます。ただこの侵入ということによって、先ほど中山先生からお話がありましたように、残虐行為、殺害や性暴力などが両者から行われている、両者というのは連邦政府軍、ティグライ軍両方から行われているというふうに報じられております。国内避難民が200万人以上、専門用語でインターナリディスプレイスドピープル、IDP と言われている人たちが200万人以上いると。国連の機関、移住機関である IMO は230万人と言っていますけど、それから飢餓状態にある人が40万人ぐらいいるのではないかと。それから緊急支援、飢餓のみ数えるのではなく、食べ物のみではなくてですね、緊急支援を必要としている人は3州というのは、ティグライ州、アファール州、アムハラ州を合わせて700万人ぐらいいるのではないかと。うちティグライ州500万人と言われてますけども、ティグライ州の、人口が先ほど言いましたように600万人、1億人いる中の 6% で大体600万人と思われるわけですけど、その中の500万人ということが6分の5の人たちに支援が必要ということではないかと。これが、この数が本当であるとそういうことになってしまいます。残虐行為は、先ほど言いましたように、TPLF によるものと中央政府によるものも、に加えてですね、エリトリア軍によるものもあるようでありますし、また、アムハラとティグライというのも、犬猿の中であるところがありまして、また、アムハラ人がティグライ州の中で、かつて、前政権、メンギス政権の時には、アムハラ州に属していたところがティグライ州に取られているところがあって、そこに住んでいる人たちがティグライに襲撃を受けるというような実態もあったようでございます。したがいまして、どちらの方が悪いということではなくですね、非常に、上に、余るような出来事が起きているという、軍機も乱れているということではないかなというふうに思われます。で、アビー首相自体はですね、登場した頃、私が赴任した頃はですね、それまで、TPLF が30年間支配していた時にですね、鉄の支配といいますか、非常に、逮捕、拘禁、拷問、処刑というようなことが行われ、かつ、ボロボロとその証拠が出てきておりまして、それに代わる人が出てきた。そして、禁止されていた野党の政治活動も自由にしたり、海外に逃げていた政治家たちも戻ってくるという状況、それから汚職の、過去の汚職の摘発、TPLF 政権の時に非常に汚職が蔓延したわけでございますけれども、して、逮捕するというようなことで歓迎されたわけですね。歓迎された、それで、世銀やアメリカも非常に特別の融資をするというような状況があったんですけども、現在の状況を見てですね、アゴアというアフリカ優遇の無関税措置をアメリカは取っておりました。アフリカ成長機会法、アフリカグロースオポチュニティアクトというのに基づいて、無関税の適用がエチオピアにもなされていたわけですけど、それを停止するということが行われています。非常にアメリカが、アビー首相を最初は支えていこうと。東アフリカ、アフリカの角にですね、自由と民主主義、法の支配の実例を作り上げようというふうに、その希望をかけていたアビー首相が、今度はまた逆の立場になってしまった。軍機が乱れているし、ティグライ州で、食料や生活物資が届くのを妨害しているというような、批判を受けてですね、そういう状況が生じている。それを見てですね、結構中国やロシアが接近しているということも言われております。先週だと思いますが、王毅外相もアディスアベバを訪れております。実は、
前政権、いわゆる TPLF が政権にいた時代には、中国と非常に接近をしましてですね、ジブチとアディサベバをつなぐ鉄道も、インフラ整備の一環として、約40億ドル余りの規模の鉄道が敷かれております。10時間で、ジブチとアディスをつなぐと、倍の20時間以上陸路ではかかるところがつながるという実現したわけですけれども、インフラ整備が進むと同時にいろんな汚職や腐敗も進んでいたわけですが、それをアビー首相が摘発していって、結果的には TPLF の要人や有力者が逮捕されたり、逃げ追放されたりというようなことがあったわけですけど、今度は逆にアビー首相が、アメリカから希望の星、ないし国際社会から希望の星と思われてたのが少し逆の立場になってきたというのが実態であります。オロミア州というのは、アビー首相は、人口的に言いますと、最大多数ですね。過半数を取ってる、人口を占めている民族はないんですけど、その中で一番多い民族であるオロモ系、人口の3分の1を占めるオロモ系の出身だと言われておりますが、お父さんがオロモ人で、お母さんがマハラジャで、アイデンティティとしてはオロモ系だというふうに、見なされている人であります。もう一つ、なんていうんですかね、事態を複雑化している要素の一つとご紹介したいと思います。それは、インフラの関係で言いますと、ダム、大きなダムを作っておりまして、これがナイルの上流、ここにブルーナイルが、ブルーナイルっていうのがエチオピアなんですが、ここにタナコという、レイクタナというのがあるんですが、そこから一度南下して北上する逆Jカーブを開いているんですね。ここに、ダムが作られております。このブルーナイルと青ナイルと、ウガンダ、南スーダンから来る白ナイルが、スーダンの首都カルツームで合流でして、下流に下ってエジプトに来ているんですけど、上流にダムを作られることに、エジプトが非常に反発をしており、スーダンはどちらかというと、プラスマイナス両方があるわけですけれども、電力がこれによって得られるであろうということと、灌漑用水もこれで確保できるのではないかということ、他方でエジプトと同様に上流を抑えられているということへの不安感や反発ということを、放水による洪水の心配と、両方あるわけですけれども、今の図式ですと、スーダンとエジプトが組んで、エチオピアと対立するというような図式の方が、目立ってまいります。これは前政権、TPLF が政権にいた時から始まっているプロジェクトですけれども、アビー首相になってもこう引き継いでいる。また国民に参画意識を持たせるために、日本円で行きますと、200円、300円といった小口の国債を発行してお金を集めて、国のプロジェクトだとして頑張っていると。今、4割である転嫁率をですね、国全体に普及させようという気持ちも背後にあって、これはナショナルプロジェクトとして、推進していると。建設会社としてはですね、中国入ってるんですかとよく聞かれますけど、部分的に入ってますけど、イタリアの建設会社が中核となっているようであります。これが、ただエジプトやスーダンとの、特にエジプトとの緊張要因になっておりまして、エジプトで世論が高まってですね、空爆のことまで、話まで出るというような状況も一時的にはあったということも。これは引き続き、ナショナルプロジェクトとして、推進していくというつもりだろうと思い、エチオピア政府としてはそういうつもりだろうと思います。中山先生がダムについては非常に深い見識をお持ちだということで、少し中山先生のコメントもこの機会にいただきたいというふうに思います。
はい、どうもありがとうございます。まあ、国際河川における国と国との関係を私研究テーマとして見てきておりますけれども、ナイル川というのは下流国であるエジプトとスーダンが、ナイル川における水の使い方を仕切ってるっていう、ちょっと他の、地球の他の地域では見られないようなパターンの川なんですね。例えば普通は上流の国が国際河川の水の使い方を仕切る、管理する。で、下流の国が文句を言うっていうパターンがすごく多くて、例えばその典型はチグリス川における上流国、トルコの、横暴を下流国のシリアとか、あるいは、イラクが文句を言うとかですね、あるいは昔は、リオグランデにおける上流国であるアメリカの、横暴をメキシコが文句を言うとか、まあ、最近ですと、メコン川において中国の振る舞いが下流国にとってちょっとこう非常に気になるとか、ブラマプトラ川において上流国である中国の振る舞いが下流国のインドには非常にこう目障りだとか、まあ、そんなのがあるんですけども、ナイル川だけはなぜか下流国のエジプトとスーダンが圧倒的なこう発言力を持ってるんですね。ただエチオピアにそうこういうダムができると、エジプトとかスーダンはごく普通の下流国の立場になってしまう。それまでナイル川を仕切っていたことに対して、そういう力を使えなくなってしまうということで、極めてこのエチオピアの存在というのは、鬱陶しいというか、嫌なんだと思います。多分それがエジプトの、声明に出ていて、まあ、それに加えて下流国はですね、下流国の政治家にとって、自分への支持を集めるためには、上流国の横暴を非難するというのがもう常套手段として昔から世界のあちこちで行われてきたので、まあ、ある意味ではエチオピアの存在が大きくなって、エジプトも普通の下流国のような振る舞いをするようになってきたのかなと、そんな気もいたしております。私からは以上です。中山先生、どうもありがとうございました。時間も押してまいりましたが、最後に2点申し上げたいと。一つはですね、どなたかがおっしゃってたんですけれども、東アフリカにおいても、他のところ同様、中国のインフラ投資が非常に目立つと。日本も対抗して、どんどんインフラ投資すべきではないということをおっしゃっていた方がございます。それに関しまして、二つ申し上げたいことがあります。一つはですね、日本で円借款を供与する場合に、IMF4 条協議でハイリスク国、債務持続可能性、債務持続性可能性というのは、債務残高及び GDP 比率に加えて、輸出能力、外貨獲得能力の自力でどれくらいあるかということを勘案しながら、いわば成績をつけるんですけど、そこでハイリスク国というふうに認定されてしまうと、円借款が出せなくなる。これは日本自身が、財務当局も加えてですね、日本自身が自分で貸しているディシプリンなわけですけれども、公的資金が使われているということであれば、当然、返してもらえるかどうかということを確認するというのは理解のできるところでありますけれども、2019年にハイリスク国の認定を IMF から受けてしまったために、エチオピアに円借款が出せなくなっております。ただ、そのエチオピアにおいてはですね、ちょうどその直前までほぼ熟していたジンマというコーヒーの産地、これ実はアビッションの出身地でオロミア市の中にある地名なんですが、そこからチラというところまでの道路案件がございまして、アフリカ開発銀行との協調融資になってたんですね。これがほぼ実現するところまで、ある程度のところまで文章を交わすところまで行っていたのが、この先ほどの原則、今、ヨーロッパ欧州中央銀行の総裁しているラガルドさんがあります。クリスティアン・ラガルドさんなんですけど、ラガルドさんがフランスの大蔵大臣だった時の言い方だと思いますけど、ラガルド原則と、簡単に言えばハイリスク国ってやったら、状況的借款を公的に出せないということに従って、ジンマチダーの円借款、道路案件が止まってしまったんですね。
しかし、先ほど申し上げましたように、私がいた時代っていうのは、アビー首相の自由民主主義、法の支配が東アフリカでモデルケースができるんじゃないかと期待が非常に高まった時期でございましてですね、前政権が借り入れ、特に中国からの借り入れで多くの債務を負担したことから来る、ハイリスク国認定の、結果、それで、悪い方の結果をこれから希望を持っている国に、指導者に適用するというのは、なんかこう、歯車が食い違っているのではないか。ラガルドさんの出身地であるフランス自身もですね、ラガルド原則は適用せずに、アビー首相の政府に対して、条件の緩い融資を行うということをやってましたし、世銀も財政支援を行うと、12億ドルの財政支援、半分は借款、半分は贈与で行うというような時期でございましたので、ここは、例外的に認めてほしいと。ジンマチダ、特にエチオピア財務省の人からですね、エチオピア大蔵省の人から、地元住民がいつ始まるんだと言って、こう、文句を言われる。だから、やらないんだったらやらない。やるんだったらやるってことをはっきり決めてくれというふうに強く、私が赴任当初の半年から言われて、私も東京に向かって、に対して非常に訴えかけたのも、あるいは控訴したのかもしれませんけど、これは例外的に円借款をつけるということになりました。ただもう一つ重要なのは、このラガルド原則と同時にですね、その簡単に日本が対抗してインフラ投資できないことの一つの理由として、日本は OECD のメンバー国ですから、状況的借款のが一般安泰度で上与しなきゃ、贈与しなきゃ、供給しなきゃ、供与しなければいけないわけですね。したがいまして、日本の道路を建設と、するという中身ですと、日本の競争力が必ずしもあるところではないということがございます。で、結果的に、中国の民間企業が、ジンマチダ案件を受注しているということになります。しかいまして、先ほど言いました、IMF のハイリスク国であるということ、それから、一般安泰度を使わなければいけないという、この2点がですね、そう簡単に日本も対抗してインフラ投資をどんどんすべきだと。いうことに、そうですねと言えない事情としてご紹介しておきたいというふうに思います。から最後にですね、同じインフラでもテレコムというのが今非常に重要な業種として、どこの国にもあるわけですけども、テレコム市場への参入を、住友商事さんと、サファリコム、これは英国のボーダフォン系の企業が南アに投資して、南アに投資したものはケニアに投資したという間接的な立場になっていますけど、スミショー、サファリコム、それから英国の CDC という、これは開発に資する投資、出資や借款もあるかもしれませんけども、する機関でございますけど、これのグループが入札に受かっております。しかし、今のような状況でございますので、様子見の状況かなと思っています。これは世銀と、交渉したときに、世銀の融資や財政支援がもらえる代わりにですね、政治の自由化が進んでいると同時に経済の自由化も進めるということで、エチオテレコムという独占国家企業、国営企業のみしかなかったところに、外国企業2社追加で入れるということが、また経済の自由化の一環として、目玉政策としてあったのに、我が国の住友商事とサファリコムさん、最初はボーダフォンがもっと前面に出てきておりましたけど、応じたと、ここで成功例を作りたいと。また、インターネットなんかも切れることが多かったりですね、いろいろあるものですから、競争する相手があるというのは非常にいいことなんじゃないかというふうに、消費者の立場からも思いましたけど、それに応じた対応だったんですが、現在のような状況で、今、様子見の状況が続いているのではないかな、というふうに思います。
とりあえず私からのプレゼンテーションの時間がもう過ぎましたので、ここら辺にいたしまして、ご質問を受け付けたいというふうに思います。大使、どうもありがとうございました。非常に興味深いお話を伺わせていただきました。参加者の方からも多くの質問を頂戴しておりますけど、まず質問の中で極めて短く大使にはい、いいえぐらいでお答えいただける質問からご紹介したいと思います。まず、TBLF の目的は、現時点で想定していることは、政権を取るというふうに理解してよろしいでしょうか。アビー首相を倒したいという気持ちが非常に強いだろうというふうに思います。そして政権を取ると言ったときに、それでは今まで30年間、アビー首相が出てくる前に、支配していた立場につけるかどうかということになりますけど、その時連邦制の中核になっていた与党 EPRDF という政党が解散されて繁栄党というプロスペリティパーティーといういわばパンエチオピアンの一色のですね、民族代表という形ではない政党になってますので、そこに再びその政党に戻すということってなかなか簡単にはできないだろうと思います。また、私たちは非常に生に経験したんですけれども、最後のあたりは特に恐怖政治のようになってましたので、その復活ということを一般の人々は恐れていると思います。仮に政権の座にですね、再びついたとしても、安定的な政権は足りえないのではないかと思います。今追い返されておりますので、むしろ蓋然性としてはですね、ティグライ州に戻ってどうなるのかという、戻って、安定的な落としどころというのは見つかるのかということも視野に入れて将来を見ていく必要があるのではないかなというふうに思っています。はい、どうもありがとうございました。それからこれは言ってみれば基本的な確認だと思うのですけれども、ティグライ系の人々、それから現在政権を担う、オロモ系の人々、この関係性というのが政治的な確執の底流としてあって、それが今回の内乱にもつながったというふうに理解してよろしいでしょうか。実はオロモ系、今お話の中で省略しましたんですけれども、私の2年間の在任期間の第1年目は TPLF の悪事の追及みたいなことが中心でしたけど、2年目になるとですね、オロモ系の中における反発というのがアビー州に対して出てまいりました。というのは、おそらくこれは私の読みすぎかもしれませんけれども、オロモ系の中にはですね、今まではティグライ人の世の中に、今度はオロモを代表しているアビー首相がなったんだから、今度はオロモの世の中になるはずだと思っていたのが、アビー首相が全エチオピア的な政策を打ち出してきて、必ずしもオロモ人がいい思いをするというような、ある民族を優遇するような政策を取るっていう思考ではないっていうことが明らかになったことも、落胆の要因の一つではないかと思いますけれども、非常にオロモ系の過激なグループが首都アディスアベバに侵入するというような事態が生じておりますので、オロモ対ティグライの綱引きという図式だけでエチオピア政治を見るというわけにはいかないんではないかなというふうに思っています。アビーが施行したと思われるパンエチオピアニズム、実は野党でですね、今まで野党っていうとすぐ民族代表みたいなのがあるんですけど、今度、新たに、全民族を合談するような野党っていうのもできております。そうした野党が出るというのは、ある意味でポジティブな変化ではないかなと思いますけれども、そういうことを含めてですね、理想的に言えば、
今、民族性というものをゼロにすることはできないのが現実だと思いますけど、徐々に全エチオピア的なものを目指すというのが理想を言えば実現するといいなと思う方向性だなというふうに思っております。その社会正義を求めるエチオピア市民党という名前ですね。エゼマ、頭文字を取って英語の頭文字はエゼマ。大してありがとうございます。まあ、ちょっと非常にこう複雑な話をさらに複雑にするかもしれませんけれども、オロモ系にもオロモリバーレーションフロント OLF という反政府組織が存在しておりますね。で、まあ、反政府組織が2つあるわけですね。1つはその OLF、 もう1つは TPLF。 この両者が手を組んで現政権を倒そうと試みるということは現実にあり得るのでしょうか。はい、OLF とですね、OLA とですね、オロミア、OLF は、アビションになったときに、ある意味で解禁されて、合法政党として武器を捨てて、自由な政治活動をして、野党として、武力ではなく言論と政治活動によって支持を獲得するという方向にして、自由に活動を しなさいと、してくださいと。それなら非合法化してされたのは合法化になるということで、ほとんど その OLF はそれに合意して、まあ公に出てきたわけです。でそれを捨ててですね、あくまで、戦い続けると、ジャングルで戦い続けるというような君子が OLA というふうになって、OLF 死ねと、死ねというのは、OLF の中のそういうグループであるというアイデンティティのために言ってたんですが、それが OLA となって、そのグループがですね、TPLF とつながっているというふうに言われております。現にそういうふうに公言していたと思います。このグループは、だからある意味で OLF の中では、少数派ではあります。で、じゃあそういう人たちが仮に勝った場合に、OLA とですね、TPLF の連合政権というのは安定的にできるかというと、私はそれは疑わしいのではないかなというふうに思っています。反アビーということで、つながって、便宜的につながっているものであって、仮にそれが成功してもですね、仲たがいということは容易に想像できるのではないかというのが私の。ありがとうございます。はい、まあ、確かに共通の敵があったとしても、共通の敵を倒した後、その両者がこう仲良くというか、連合政権を作るというわけにはなかなかいきそうもないと、そういうことでございますね。そうですね。はい、分かりました。参加者の方からの質問をさらに進めてご紹介したいんですけれども、これは、まあ、ある意味仮定なのですけれども、現在連邦政府が、アムハラ州とそれからアファー州内で TPLF を、まあ、こう押し戻しているような格好になっていると。で、もしもその TPLF がティグライ州内まで本当に押し返された場合、何が起きるのか。例えばその TPLF による停戦の受託とか、あるいは停戦の何でしょうか、こう提案とか。どのような事態が想定されますでしょうか。ちょっとこれはもう将来の過程ですから難しい質問かもしれませんけど、大使の感触を伺えればと存じます。はい。ですね、一つは、実はエチオピア憲法の中に、分離独立の権限というのが明記されているんですね。これは、メデスという、メデスという前回の政権の、今画面で、ご覧入れたいと思いますけど、ここにエチオピアの政治の変遷というのが出ております。一番上がハイレセラシエ皇帝ですね。で、その次がメンギスという共産革命を行った人。それでその次に、ちょっとハゲてる人。これがメデスですね。このメデスがですね、明記させたと言われてますけれども、分離独立の権限が入ってますね。これは、人々は信じているところでは、メレスがティグライ人の政権独占が
危うくなってきたときに、最終的なラストリゾートとして、ティグライ独立ということが可能になるように入れさせたと言っているわけですけれども、その道を選ぶということは、理論的にはあり得るというふうに思います。ただ、それをやるためには、住民投票をしなければいけませんし、住民投票を実質的に行うためには、地方政府も認めた、州政府というのはちゃんとしなきゃいけないんですけど、その勝手に先に選挙してもらって州議会が成立し、それを根拠に成立した州政府というものが、去年の11月2週間で倒されて、暫定政権というのが中央政府によって作られています。どちらがティグライ州の州政府なのかということについて、合意がなければ、そう簡単にこの憲法上の手続きに進めないだろうと思われます。それからもう一つはですね、今年の6月下旬に連邦政府が一方的休戦宣言したときに、7月27日、1ヶ月、休戦宣言から1ヶ月ぐらい経ってから、ティグライ側が、5つの条件を発表しました。で、これは、丸1としてティグライ州における、通信、銀行、保険、電気、保険で、医療ですね、交通、商業などのすぐに即時回復及びメディア封鎖の解除、ティグライ州への予算排除が2カ年にわたって滞っているので、それを出せと。それから人道支援のためのルートを開通させろと、邪魔するなと。ティグライ人の政治犯の釈放をしろと。ティグライ人の大量拘束、事業閉鎖の即時停止と、移動の自由の保障や、大量殺戮を煽るメディアや政府役人による悪意ある発言を停止しろという5か条を発表していますけれども、このような表示に対して連邦政府側は TPLF をテロ集団として指名しておりますので、テロ集団との交渉は困難であるとして否定して拒否しております。したがいまして、そもそも妥協の提案をしてくる相手を交渉の相手たる主体として認めるのかというところで、誰がそういう主体になれるのかというところで、一点がないというのが現状だと思います。大使どうもありがとうございました。参加者からの質問をさらにご紹介したいと思います。現在のその状況というのは非常に懸念されるわけですけども、アフリカユニオンですとか、あるいはアメリカですとか、ケニアなどのこうデリゲーションが TPLF とそれから連邦政府とのこう協議をしても、現在は紛争は継続されている。これはそういう外部からの努力、あるいは交渉というのがうまくいかなかったというふうに解釈していいのでしょうか。そういうご質問でございます。最近ですと、ナイジェリアの大統領であって国際的には有名、オバサンジョが、エチオピアに来て朝廷の努力をしておりますけれども、一言で言えばうまくいかなかったということだと思います。ただ私は別にアビーさんの肩を持つわけではありませんけれども、アビーさんからすると、勝手に違法に戦争を起こした相手を交渉相手として認めると、非常に無色透明のところで考えると、二つ争っている勢力があれば話し合いで解決すればいいということになりますけど、アビさんからすると、不当に、暴力的な活動をし始めた相手と妥協するための話をしろというのかという立場であろうかと思います。ありがとうございました。そのようなその困難の中で実際にはこう戦闘が続いている。で、これも参加者からの質問なのですけれども、国連によって市民の殺害や性暴力などがこう報告されていると。で、これを抑制させるためにはどのような方法が最も現実的効果的でしょうか。あるいはちょっとそれに私は付け加えると、そもそもそういうものを止める手立てというのはこう実務的にあるんだろうか。実行を有するその手段として、そういうものは軽減あるいは止めることできるんだろうか、そういう疑問を持つわけですけど、大使のご見解はいかがでしょうか。非常にこう、言葉が軽くなってしまいますけど、嘆かわしい状況じゃないかと
というふうに思います。憎しみが憎しみをこう生むというような状況だろうと思います。国際的評判が悪くなるというコストを払ってでも、つまりアビーが支持してないにしろ、軍機を確立するという努力が足りないんじゃないかということは言われても仕方ないというふうに見られているのが現状じゃないかというふうに思います。そのコストというものを、より冷静に、認識してもらうことが必要なのかもしれません。ありがとうございます。はい、で今、その、外部のこう力というか存在の話が出たわけですけれども、やはりこの地域についてその外国の影響力のようなものをその考えるときに中国の存在というのはこれは避けられないと思います。中国に関する質問をいくつかいただいておりますので、それをご紹介しますと、一つは中国が連邦政府に軍事支援をしていると聞きました。連邦政府軍が持ちこたえたら、米国と連邦政府が人権問題で対立している状況を考えると、中国がアフリカの存在感をますます高める契機にこの紛争がなるのではないかというふうに、こう質問者の方は見ておられるわけですけれども、まずそれはそういうふうに解釈していいのか、それからあと、日本はどういう立ち位置なのでしょうか。ちょっとこれも抽象的な問いですけれども、大使としてどのようにこの状況を中国、日本の関係性について見てらっしゃるかをお聞かせ願えればと思います。はい。中国が実物的な軍事援助を中央政府にしているという情報は聞いてはおりません。ただ今までその対エチオピア制裁を課そうというような動きの中で中国、ロシアがそれを阻む方向の立場を取っていたというふうには聞いております。アビー首相が就任したときはですね、これはちょっと逆の方向のように見えるかもしれませんけれども、前政権、TPLF が牛耳る政権においては、中国寄りだったものがアビーになって、全方位、日本を含めた全方位になったというふうに、理解しておりますし、実際そういうことであったというふうに思います。アビーさんが中国一色になるということは、ちょっと考えにくいかなという気は、直感的な印象論的なことになりますけど、しております。先ほど申し上げました、ジブチ・アジス鉄道というのは40億ドルないし45億ドルと言われておりますけれども、この返済期間が、15年であったのが30年だったとも、10年であったのが30年だったとも言われておりますけど、返済期間の延長を、一帯一路の国際会議というのは2019年6月に北京で開かれておりますけど、そこにアビーさんが出て習近平主席からですね、認めてもらったというふうに、言われております。その2ヶ月後には TICAD19 にアビーさんが来るわけですけど、中国に依存しすぎることから来る、債務の面でも含めての危険性はある意味で承知しているということであるというふうに思います。ありがとうございます。実は今大使が触れられたところに極めてこう近い質問が来ておりまして、ある意味今のお話がその回答になっているかもしれませんけども、質問を紹介しますと、中国の援助や投資が債務超過をもたらす懸念、いわゆる債務の罠ですね、がありますが、透明性を求めるために国際社会としてどういう行動を取ることが可能でしょうか、どういう働きを中国に対して行うことが可能でしょうかという質問も含まれて思いますけども、やや一般論に近い質問かもしれませんけど、大使のご見解いかがでしょうか。はい。
債務の罠への警戒心というのはアフリカ全体でシェアはされていると思います。意外と対中債務のエチオピアにおける全債務の中に割合っていうのはそんなに、そうですね、それ高いといっても一国に対してですけど、資料とそれからその資料の取った時点でも違うんですけど、32% とですね、そういう数字も出ておりますので、必ずしも対中債務一色ではないということは言えると思います。アフリカの人たちが、無差別にですね、対中債務の心配を全然なく、借りまくって、後で痛い思いをすると、港を取られてしまう。そういうことに対しての警戒心と、アフリカの人たち自身の間にも十分存在しているというふうに思います。それに対しての、アウェアネス、それから中国自身もそういう評判が立つことへの警戒心を持っていると思います。一帯一路の会議の時にも、自分たちはそういうつもりではないのだというようなことも言っておりますので、まあそう世の中甘くないのかもしれませんけれども、警戒心が全くないわけではないですし、その意味でも私は、まあ、さっき言ったハイリスク国の認定というのはありますけれども、日本として円借款で、先ほど道路案件だったんで、中国の民間企業に取られてしまったんだと申し上げましたけれども、実は、懐に温めている案件というのがあって、一つは地熱発電の案件。これはかなり高い技術を要するものなので、スペシフィケーションをきちんとすればですね、日本企業に落ちる可能性が非常に高い案件だと思います。また、アディサベバというのは実は非常に停電が多いんですね。私も住んでまして、世の中に、いや夜中にですね、というか夜、普通暮らしてるところにすぐ真っ暗になったりします。これは発電が悪いんじゃなくて、送配電網が悪いんで、確か、ハイレスラシエ皇帝時代にですね、エチオピアで、日本企業も参画して整備した送配電網をリハビリテーションする。それをこう復活整備するという案件も、円借案件、交付案件として並んでおります。従いまして、ハイリスク国という単価が外れて自由に円借が出せるようになれば、日本がお手伝いできる案件というのは、ありますね。そういう案件ができるようになる費用ですね。心待ちにしているということです。大使ありがとうございました。今の大使の話と極めてこう関連する質問が一つ来ておりますので、それをちょっとご紹介したいと思います。 GRD については多国間組織を仲介にしても交渉が進展しないということですが、他に対話の仲介ができるような存在というのはあるんでしょうか。あるいは水資源や災害対策という点からはエネルギーでないセクターを取り込んでもやはり難しいでしょうか。この辺はいかがでしょうか。つまり一つのセクターではなくていろんなセクターを見てトレードオフを取ることによって何かこう物事が進む方向にいかないかと、そういうご意見か、ご質問かと思いますか。一つのセクターだけでなくて、そうです。電力。地域開発全般のようなものですね、言ってみれば。そうですね、その東アフリカ全体をリージョナルに見てというような意味にも関わってきますか、それとも。そう、直接的な質問はエチオピア国内だと思いますけれども、まあ、当然ながら地域を見ていきますと他国との関係性もあるので、ちょっと後でお聞きしようと思いましたけども、物流回路なんかの絡みもあるんだと理解いたしますが。はい。AU の、AU というのはアフリカ連合ですけれども、一つの方向性としてですね、アフリカと先進国との間の貿易のみならず、インターアフリカンのトレーダーのインベストメントを盛んにしていくべきじゃないかと
方向性があって、アフリカ自由貿易協定のようなことを考えに入れているところがあると思います。で、その中で例えば先ほどテレコミュニケーションの分野のことを言いましたけれども、例えば近隣のケニアの方が進んでたりするものもあります。例えば、いろんなのありますね。必ずしも、さっき電化率が4割しかないと言ってましたけれども、いわば、このリープフロッグって言葉がありますけれども、例えば子供が宿題やるときに電気がついたら宿題できるじゃないかというときに、サンライトっていう、昼間充電して、夜は照明として使えるものを、ペンダント方式になっているものですね。そういうものを貸して、そこで、全国スツーラーで電気が夜照明で使えるようにすると。またそのペイメントを、ペイペイじゃないですけれども、スマホでできるようにするとかですね。あるいは、オートバイタクシーをケニアで使ってるんですけど、そのオートバイタクシーがウーバー的に使えるようなソフトウェアをエチオピアのエンジニアが開発するというような、そういうようなところにも行われておりますので、総合的に今、アフリカ全体に言えることかもしれませんけれども、先進国が徐々に経てきたステップを踏むことなしに、一番最先端なところを、常識的に言えばインフラ整備が遅れているところで、何か生活向上に直接つなげられるようなインダストリアルディベロップメントが可能かどうかという方向性っていうのを追求していけるかもしれないなというふうには思っていました。質問にちゃんと答えてるかどうかよくわからないのですが。いや、十分にお答えいただいたと思います。そうですか。ありがとうございます。はい、ちょっとそれに関連いたしまして、はい、これは他国との関係ということになるんですけれども、はい、こういうご質問が来ております。現在使われている物流ルートの他に検討されているものもありますかと。ちょっとこれ私の方で加えますと、現在のエチオピアの物流ルートというのは、エリトリアの港にアクセスするか、あるいはジブチの港にアクセスするかというのが主体だと思いますけれども、これ以前から南の方の物流回廊も考えるべきではないかということがあって、例えば最近でもそのアフリカの産経大臣会合が、ケニアのラム港からの物流回廊、ラムポートの LAP、それからサウススーダン、SS、それからエチオピアというんで、ラプセットっていう名前で呼ばれている物流回廊がございますけれども、例えばそのエチオピアとして、南の方からの物流回廊を確保するというモチベーション、あるいはその必然性のようなものについて、そういうものがあるのかどうか、はい、大使のご見解はいかがでございましょうか。5つ、私の持ってる資料ですと、5つの選択肢というか、オルターナティブというか、全部5つもやってもいいのかもしれませんが、その1つとしてラムコが掲げられている資料がございます。その中の1つがラムコです。で、水深も18メートルぐらいマキシマムでありますが、1つ、もしかすると難点はやっぱり距離的なものかな。いう気がいたします。アディスアベバからラムコまでは1279キロというふうになっております。ただ、ケニアとの間の、物流自体にも資するわけで、そうした回廊の実現で、ラムコの活用っていうのは、平和になった暁には非常に有望な選択肢の一つではないかというふうに思われます。ただ距離が非常に長いなということはちょっと思われますね。はい、先ほど1279キロと言いましたけど、今一番使われている、ジブチとの距離は867キロですね。で、あと、さっき申し上げましたエリトリア、マッサワっていうのは首都の
アスマラに一番近いところですけど、マッサワとアディスが1317なんで、それと大体、どっこいどっこいの距離ですね。あと2つあるのは、先ほど言いました、DP ワールドが入って、ドバイの DP ワールドが入って、ベラベラ港、ジブチの南東に位置しておりますし、あと今度は北の方に行きますと、エリトリアよりさらに北に行きますと、ポートスーダン、スーダン港がございました。これは、かなり、やっぱり距離的には遠くなりますね。遠くなりますけれども、理論的オルターナティブとしてはスーダン、ポートスーダンもありということだろうと思います。経済的なことを考えると、単に海へのアクセスというのではなく、ケニアとの経済関係の拡大ということであれば、ラムコというのも選択肢としてあり得るだろうと思います。ありがとうございます。大使、ありがとうございます。やはりこの、ラクセットというのは、単にエチオピアのための物流回廊ではなくて、開発がこう相対的に遅れているケニアの北部ですとか、南スーダンですとか、そこの経済開発のテク入れというのもあるので、そちらの方がうまくこう機能してくれないと、なかなかエチオピアの対するサービスという意味では実現が難しいのかなと、そのような解釈かと存じます。少しこう幅広い質問ということになろうかと思いますけれども、まずエチオピアの政情不安がこのアメリカのその地域全体の安定を脅かすという言説をメディアで耳にします。で、具体的にはどのような影響が考えられるでしょうかという質問が来ておるんですけども、このもしエチオピアの政情不安がこう長期化をして内乱による混乱みたいなものがこう続いてしまうと、それがアフリカのその地域全体の安定にどういうこう感じというか、どのようなその、なんて言いますかね、因果関係で、政情不安、地域のその不安定性につながるか、そういうその因果関係に関するこうご質問だと理解しますが、これ大使のご見解ではいかがでしょうか。はいはい、いろんなことが考えられると思うんですね。大国の対立構造がどうここで展開するか、ある意味で代理戦争という言い方がちょっと、あまりにもセンセーショナルかもしれませんけれども、行われるとどういう対立構造があり得るかというと、まあ、先ほどから出ている米中の対立があり得るのと同時に、UAE、サウディがこちら側にいるとすると、トルコ、カタール。そういう対立図式もありますし、あとは、先ほどのダムをめぐっての、エジプト、エチオピアの対立の背後に、大国がバックにつくという可能性もあり得なくはないというふうに思います。トランプ政権の最後になって、非常にこのダムをめぐって、ASF がエジプト寄りの姿勢を取ってきたということも、今回の事態で、アビー首相が、攻撃、ティグラにしたということ、それから軍機がいるんで、人道上の問題が生じているということが起こる前に、そういう事態もございました。だから、このダムをめぐって、その背後に大国がつくという恐れもございました。もう一つ私は考えられるんじゃないかなと思うのがですね、ソマリアの方にアルシャバーブというテロ組織があって、エチオピア軍はアルシャバーブが国境を接して、また民族的にも近いソマリ州がございます。そこの長い国境を接してるんですけど、それが侵入しないようにということで相当気を使ってやってきておりますけど、仮に内戦の方が、フォーカスが当たって、そこのが手薄になると、その隙に乗じるということもあるかなという、つまりアルシャバブ側で、ということもあり得ると思います。大国がいろいろな思惑で、不安定な状況の中に入ってくるということがなければいいんですけど、いろいろな対立構図が、ここで代理で行われているようなことが一番望ましくない状況。ありがとうございます。我々は遠い日本におりまして、そういう、今日取り上げるという状況などにつきましても、メディアを通じてこう知るしかないわけですけれども、
こうメディアのスタンスというんでしょうかに関する質問が一つ届いておりまして、このようなことです。ここ数ヶ月間 CNN や BBC などのいわゆる西側メディアは政府側を非難して TPLF 援護の報道が目立ちましたというふうにこう質問者の方が理解されているわけですけれども、これらの報道の客観性について大使はどのように見てらっしゃるでしょうか。はい、最近ですね、3日か4日前に、アビーのスポークスウーマンですけども、ビレネさんという人が、CNN は、今にもアディスが倒れそうな報道をしているけど、それは誤報であると、陳謝すべきであるという発言をしております。確かに、どちらかに、偏るということは、あり得ると思いました。報道している人も人間ですし、あらゆることを知ってるわけではないし、つぶさんに全ての、歴史的背景なんかを勉強しているわけでもないわけですから、そういうことは、あり得なくはないというふうに思います。それから、アメリカにおいて実はティグライ系の人がかなり発言をする発言力が強くてですね、議会等に対してロビー活動も行ったり募金活動も行っているということも、あるというふうに聞いております。TPLF がどこに財源があるのかということをこうみんな思うわけですけれども、当然の疑問として湧いてくるわけですけど、かなり海外からの送金支援というのがあるというふうに聞いております。したがいまして、意図的にバイアスのかかった報道がなされるということが仮にないとしてもですね、どこの国のメディアでもそうですけれども、あらゆる専門家が揃って、あらゆる世界の場所にいるわけではないわけで、即席に政治のこと、経済のこと、社会的なこと、場合によっては天然災害、自然災害みたいなことを報道しなきゃならない、あらゆることを、それに速報性が求められるということですから、なかなか意図的なバイアスはかけられていないとしても難しくなる、場合によってはバイアスがかかるということがあり得るのではないかなというふうにいつも思っています。ありがとうございます。だいぶ時間がなくなってきたんですけど、残りの質問について私から大使に簡単に確認を取りながらできれば最後まで言ってみたいと思いますけれども、日本政府のスタンスというのはアビー政権に対してのスタンスは、これは欧米と大体同じだと思ってよろしいございますか。私は欧米よりも安倍批判の点ではちょっと一歩引いてるんじゃないかな。そういうことですね。思います。承知いたしました。ありがとうございます。それからやはり先ほどの物流回路について、こうスーダンの政情不安というのが大きな制約になってるんじゃないかと、やはりその地域全体の安定性がまずこう、確保できて、その上でいろいろなその組織の力も含めて、社会発展をその目指す、そういう方向性を、日本なりがこう、あるいは西欧諸国が支援していく、そういう方向であるべきではないかという、これは質問というよりもご見解と思いますけども、大体そのように考えてよろしいでしょうか。スーダンの政変の影響も非常にあると思います。特にダムに関してですね、2019年の6月だったかと思いますけど、政変があって以来、どちらかというと、エジプトに近い立場を取るようになっているというふうに理解しております。日本の立場としては、できるだけ和平に向けた動きを支援していきたいというのが
心情的にもありますし、開発を進めることがそれにつながればいいと思うわけですけれども、現実を言うと、JOCD、青年海外協力隊もそうですし、遠赤海外無償資金協力で行っている事業もそうですけれども、法人の安全という確保として、そういうプロジェクトも中断を余儀なくされることが多いという、難しい問題があると思います。どうもありがとうございます。ちょっと最後まで質問を、いくことはできなかったんですけれども、最後に一つだけ、エチオピアに関するこう一般的な状況についての、ご質問がありますので、最後にこれに、大使にお答えいただいてから、大使のご挨拶を、最後のご挨拶を頂戴できると思いますけれども、やはりこれ、エチオピアというのは、その各民族が住む地域の自然環境、例えば土地の肥沃度ですとか、あるいは産業構造、その発展しやすさ、運輸のアクセスなどの関係によるこういろんな隔たりがあると思います。結局はそれが国内情勢、端的に言えばその不安定さのこう下地というか元凶になっているでしょうかという、そういうご質問でありまして、一つの防止として北部地域は遊牧民に関する政情不安定が継続していたように思いますけれども、やはりそういういろんな意味でのこう国内での偏りといいますか、隔たりといいますか、そういうものがそのエチオピアという国の政情不安の下地としてあると、そういうふうに解釈でいいだろうかという質問でございます。画面の共有で説明できたらと思いますけれども、これが今、引き続きの王朝のこと言いますけど、エチオピアの歴史にも関係していると、これは実は歴史の関係で、今のは一部のキリスト教を示しているんですけど、これを見ていただけたらなと。今、皆さんの画面に一部の地図映ってますでしょうか。はい。ここで先ほど、エチオピアの首都のアディスアベバというところがですね、島のようになってていましたけれども、今、ちらっと出てしまった写真、これはお見せしようと思って、用意した写真ではあるんですけれども、エチオピアが古いキリスト教国だということを示すために、エチオピアのクリスマスカードをやってますけれども、そういう古い、いわゆるエチオピア正教を報じていて、何千年とそれを信じて、何千でもないですね。2000年近く信じている人たちっていうのは、伝統的に支配階級で、アムハラ系の人、そして、補充的な意味で、アムハティぐらいがそういう宗教を信じた人というか、南の人たちを占領してたという歴史があるわけですね。したがいまして、いわゆるエチオピアの歴史として、見られる、古い伝統という、エチオピア正教ということに伴う、伝統というものは、南の人からすると征服者のもの。オロミア系が、前政権をひっくり返すオロミアの若者たちが非常にデモしたり、棒を持って、叩き壊したりということが、実はアビン政権、こんなんじゃダメだということでアビン政権が、例の連邦制、民族連邦制というのはアムハラとオロモも対立してるだろうと思ってたんで、ティグライは安泰だって言ったのが、アムハラとオロモとある意味でそこの投票の時に結束してティグライを追い出した。実はオロモっていうのはアムハラティグライに支配されてた。だから今のエチオピアの姿ができたっていうのは19世紀の半ばであって、それによってアディスアベバも首都と選定された。そういう意味で、要因としてはですね、支配、非支配の関係にあった民族関係、アムハラティグライが上にいて、大多数のオロモや南部諸民族、そして、ソマリア系のソマリ人、あるいは、それ以外の小さい民族というのは、そこに征服された民族である。そういう状況の中で、いかにしてエチオピアとしてのアイデンティティを見出していくか。私、アビーが新たな民族博物館みたいなもの、かつての国王宮殿返還してやったときにですね、これは悪いことではないなと思ったのは、
各時代のメンギストも含めて、また芝の女王とかそういう時代からの伝統も含めて、一部の伝統だとして展示してあった。私、彼はオロモ系のアイデンティティだとすると、アムハラ・ティグライの伝統である、そういう古い芝の女王まで遡るような、エチオピア正教まで遡るような展示ってないのかと思ったら、そうではなくて、全体のエチオピアを代表するものとしてそういう展示がありました。ある意味で、そういう方向性を思考しているのではないか。つまり、これはエチオピア全体が誇るべき伝統文化として、やっていけると思ったんじゃないかなと思って、ほっとしたことがございます。だからそういうことが実現できていたら、いけばいいのにな。それが政治的にも文化的なアイデンティティとしても、そういうことが実現できていけばいいんだろうな、という気持ちを持っております。またこうした伝統文化っていうのは私好きなので、脱線してしまいますけども、経済面から言ったら、外貨獲得源、観光資源の有力な手段になる。ヨーロッパの人や聖書とか、その、旧約聖書に出てくるような伝統が、ヨーロッパとは別のところで脈々と生きている国があるということですね。先ほど CNN の BBC の話出てきましたけど、マレーシアだとかクロアチアが非常にかつて、うまいスポットコマーシャルを出して、観光資源の開発に成功した例がございます。それが、エチオピアに平和になってですね、できたら、とてもいい、外貨獲得面にもなるだろうというふうに思っています。それから、征服された方の南も非常に自然が豊かなところで、滴るような緑があるところですので、非常に美しい自然を南部の地域も有しています。観光資源の開発というのは、平和になったら大いに可能なんじゃないか、ポテンシャルが大きいんじゃないかというふうに思っています。どうもありがとうございます。ちょうど今の大使の言葉が、本日のセミナーのまとめとしても、極めて的確なお言葉であったと思います。大使、これをもって、会を閉じてもよろしゅうございますか。はい、皆様、お忙しい中をですね、ズームに、リンクを合わせていただきまして、大変ありがとうございました。ご期待に沿ったかどうかわかりませんけれども、お答えできる限りのことをお答えさせていただきましたので、これでご了承いただければと思います。それでは、ここで失礼いたします。どうも、大使ありがとうございました。本日は、多くの方にご参加いただきまして、大使よりその、日本ジライフのセミナーというのは、あまりこう、極物という言い方はちょっと変ですけれども、刻々と移り変わる状況というのをテーマにしたのは今回が初めてでございます。ただ、多くの方のから頂戴した質問を見ていても、この問題に多くの方が深い関心を持ってらっしゃることはよくわかりました。その意味で、こういう特別セミナーというのは日本ジライフとしても初めての試みだったのですけれども、開催した価値が十分になったと思います。非常にこう、込み入った話を的確に、お話しくださいました。また、回答にも、端的にお答えくださいました、砂田大使の、ご努力、あるいは、ご後輩に改めて、日本 GIF として深く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。